フィリピンですね、いらっしゃる方からのご相談ですね、外食マカティで美味しいお店、まあ、レストランストリートフード、屋台ですね、で教えてほしいということなんですけども、まあ、屋台はですね、あのお腹に自信ない方はちょっと気をつけた方がいいかなと。で特にですね、まあ、食べ物もそうなんですけども、シーフードとかはあのちょっと注意ですね。で火を通してないあの魚とかもちろんちょっと注意なんですけども、特にお水を気をつけてほしいなと、まあ、あの屋台出てくるお水とかはまあ絶対飲まない方がいいかなと思いますね。あとあのチェーン店でもですね、たまにですね、あのミネラルウォーターが切れてる場合にですね、水道水出してくる店があって、まあ、お腹壊すってことがあるので、これ気をつけていただきたいなと。まあ、あのレストランですね、あのチェーン店です、美味しいのはあのメアリーグレースとかは美味しいですね。ただちょっと高めになるんですけども、結構美味しかったりします。まあ、マカティで美味しいお店、僕あの謙信の焼肉とか好きですね。なので、まあ、日本食の集まってるリトル東京とかは結構おすすめです。